かっこいい。これ2022年ですか。新車です。これいくらですか。これですね、これオプション300万ついてるので、これ電動式じゃないんだ。1600ぐらいが想定されます。1600。行きましょう。これハイブリッドなので1600ぐらいですね。あり。いや、コーペかっこよくないですか。ちょっとじゃあ、いやコーペかっこいいな。このハンドルは、ええ、まあ、これでも結構昔のハンドルですか。いや、これ現行ですよ。これがクーペはこんな感じなんですか。そうです、そうです、はい、あ、ポルシェ版のウルス。ウルスですね、確かに。これハイブリッドってことは電気も入れて。今電気です。今電気、だから落としないってこと。落としないです。でも ガソリンもいるんですよね。ガソリンも入ります。これ静かですよね。あー、結構静か。で、右下の丸の丸いスイッチが EHSS プラスになってるんですよ。あー、これか、はい、E がエレクトロニック、 H がハイブリッドで、 S になるとエンジンかかります。あ、でもじゃあ電気だけでもこれ使えるってこと。そうです。じゃあ電気だけ入れたら何キロ走るんですか。30キロです。30だけ。30です。ただ走りながら充電してるんですよ。はい。ので基本的には30ですけれども、実際はもっと長いと思います。じゃあ E をしたら、ええ、ガソリンは全然食わないってことですか。あまり食わないです。おお、はい、でポルシェセンターで無料で充電できるので。めっちゃいいじゃん。だからハイブリッドいいですよ。めっちゃ良くないですか。そっか、1600万か。1600万ぐらいですね、これは。これオプションがちょっと過剰についてます。今のこの車だといくらですか。車だけだと確か1000。あ、違う、このオプションで。この全部のオプションでいくら。これでも、それで、だって1800ぐらいになるんじゃないですかね。1800。オプションでこれ300万ついてますよ。で、車体、車両価格は1500。車両価格1400、500だったと思います。やっぱこれ好きなんですよ。これいいですよね。開放感ありますよね。これめちゃくちゃ好きで、タイカもそれでなんかいいなって思ったんだけど。いや、これいいな、この車。これを回していくとハイブリッド。ハイブリッドになったらガソリンとエンジンです。エンジン？エンジンと電気です。ガソリンと電気です。ごめんなさい。これ両方。両方も。組み込んだ時にちょっとかかったりします。あ、エンジンかけ、スポーツにするとエンジンかかりますよ。あ、これで回すんだ。そうです、そうです。うん、すごい開放感、すごいね。これめちゃくちゃいいね。スポーツプラスにしてみると、おお。そっか、もうノーマル点はなくて E パワーとエレクトリックとハイブリッド。そうです、そうです、そうです。462馬力です。462。いや、ハイブリッドはちょっとなんか余裕がある感じで、なんかスムーズな感じ。そうですね、柔らかな感じ。ウルスってなんか4000万ぐらいするけど、これお得じゃないですか。これはお得ですよね。あ、スポーツクラスにしてもすごいエンジン音がするかって。そうじゃないですね。そうですね、基本的には静かです。 GTS がすごい過剰でしたよね。これエンジン音をなんかすごい上げるとかそういうのってないんですか。いや、これスポーツエキゾーストついてるんですけど、今これ多分スポーツになると入ってると思うんですよね。あ、すでに。はい。で、スポーツ排気システムオンになってますね、やっぱり今。あ、はい。何台か。でかいな、車。大きいですよ。これオーダー入れときますか、これ。とりあえずの他のディーラーでね。
悲しいこと言うな、もう。え、めっちゃ気に入った。本当ですか。だってこれスポーツっていうか、あの夜冬のスノボーにも行けるし。行けます行けます。クーペタイプでこれはありだな。乗りたいかもしれないな。おお、いやーこれいいね。これってクーペってハイブリッド以外もあるんですか。ありますあります。普通のガソリンありますよ。それがもっと安いとか。安いです。あ、ハイブリッドもっと高い。ハイブリッドちょっと高いです。あ、これオフロードにするとこれ車体が上がったり上がってくるんですよね。上がったり、あの坂道とか。おー、これ十分十分。これ楽しいね。いいっすね、この車。ハイブリッドと普通のだってなんか維持って結構違うんですかね。ランニングコストで言うとやっぱ安くなりますよね。ハイブリッドの。ハイブリッドの方が。これ補助金でそういうのないですよね。電気じゃないです。ないです。アウディに例えるとあれですね、Q8 とかですよね。そうですそうですそうです。SQ8 とかかな。 BM だったら X6 か X6、X7 とかですね。 あと GLE とかか。 GLE これクロームパッケージなんだ。クロームパッケージ出てます。時計も若干違いますね。これデザインがちょっと違いますね。いやこれいいよ。これめちゃくちゃいいわ。アシスタとかパークアシスタとかレインキーピングでもありますもんね。これ自動パークアシストですか。これって。いや、自動パークアシストついてないです。なし。ポリス全部ついてないです。全社的な売り上げ？ああ、昨年が、ええ、過去最高みたいな。あ、そうなんだ。そんな感じですね。ポリスランボルギーニはもうすごい売れてるみたいです。でも俺このシートも好きだわ。これあれないですか。こう涼しくしてくれるやつ。ないですね。ああ、ついてないです。スポーツタイプなんですか。そうです、スポーツタイプです。あ、これ G-FORCE もあるんですね。ここ、Bluetooth のワイヤレスの充電はないんですね。あ、それはついてないですね。シート、はい、シートがめっちゃなんか座り心地めっちゃいいですね。あ、オラオラ系の。ヤンキーって韓国にもいるんですか。いるいる。ヤガチ、僕らはヤガチって言うんですよ。いるんです ね、うん、ね。ヤンキーはもう世界中どこにでもグローバルスタンダード。グローバルスタンダード呼び方が違うだけ呼び方が違うだけ。僕まだ韓国行ったことなくてですね。旅行で来年は行こうと思ってます。ああ、じゃあいいしいいし、楽しみ。その時美味しいお店教えてください。僕が韓国に行ったらぜひ行ってみて。いや行きたいです。すごい行きたいです。呼んでくださいよ。ね、楽しいことしかないんで。おすすめ僕とか教えてほしいです。彼女探しを。彼女探しいいですね。彼女探しは韓国まで行くかも。これちょっとこれ、うん、いやありがとうございます。クーペタイかっこいいわ。でもこっちの方が上品に見てよくないですか。ウルスだとかっこいいですけどスーパーカーっぽいですよね。まあね、まあ、上品感はすごいありますよね。そうですね、上品にまとまってますよね。これはスーパーカーまではいかない。スキルでいかずに、ブジュアリスポーツカーか。はい、うん、なんかあまり上がるとかっていうのはあんま分かんないな。サーフェイス車高、あ、これじゃない。テレン、ここは低い。スポーツプラスって車高が低いってことなんだけど。そうです、スポーツプラス車高低くなります。右チカチカしてるの分かります。はい、それが今シャーシを稼働してるっていう意味なんですよ。徐々に上がってる。ちょっとそこに行って結構ゆっくりかもしれないです。もしかしたらハイエンがなんかもうなくなるっていうのはないですよね。それはないと思いますよ。なんか電気車になるとか。あ、電気車になることは間違いないです。でもハイエンは遅い方ですよ。そっか、次マカも718なんで。718も電気車になるんですか。電気になります。あ、718はもう新車オーダーストップです。あ、そうなんですか。そうです、そうです。あ、そうなんだ。なんかマカもそろそろだった。じゃあガソリン系はもう作れなくなる。作れなくなります。へえ、いやこれかっこいいわ。
ありがとうございます。ありがとうございます。